こんにちは、こたまるチャンネルです。11月にネットで予約していたイオンペットの福袋を受け取りに行ってきました。いろいろ種類があったのですが、中でも一番人気の C の福袋にしました。あ、めっちゃ文句言ってる。早く開けろ、早く開けろって。というわけで、早速開封していこうと思います。ちっちゃいのからいこうか。チュール丸ごと。いいじゃん、これ好きじゃん。ね、あ、これは嬉しい。ポイタ君。ああ、お散歩の時使うやつね。ね、総合栄養食。お、あ、重曹クリーナーだね。あ、消臭スプレーみたいな。そうそうそう。直接ペットにスプレーできるだっけ。シャンプータオル。消耗品いいよね。いいよね。はい、次はこれかな。ああ、絶対好きなやつ。でかっ。でかいでかい。でもこのくらいの方がいいよね。いい。すぐ壊れるし。うん、そして最後、今回のメイン商品、よいしょ、おー、ワンちゃん用のベッドです。でかっ。で、これ多分、ほら、広がる。あ、すごい、折りたたみベッドになる。折りたたみでした。あ、ちっちゃって思ったけど、そうしたら、ね、うん、でかくなるね。マットがあって、お、一応これも見つけてあるけど、毛布がある。めっちゃいいじゃん、かわいい。はい、こちゃん寝ていいよ。すご、新しいベッドじゃん。ここにマジックバンド。へー、すごい気に入ってる。わ、すごい、もう寝ようとしてる。早い。あ、そうそう、ちゃんかわいいじゃん。他の種類の福袋はベッドのサイズが小さく、いらないやつが入っていたので、個人的にはこの福袋 C を選んで正解でした。さて、昔から当チャンネルをご覧の皆さん、このウサギに見覚えはありませんか？あの時まだ子犬だったよね。こちら、2年前の動画です。指一本でこの世界も破壊できる。そう、私はウサシ。あー、来た。いだ、耳噛まない。やー、ダブル攻撃。あなたも子犬でして、私もまだ子ウサギでしたが、成長して帰ってきました。お、やだ、痛い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 。嘘だ。私に痛覚はない。ないの。五郎丸さん、態度を改めましたか？有効の印に握手だ。ほら、手を出しなさい。やー。私はウサシン、今日もいい夢見られるかな。やまた来年も楽しい、ね、来年楽しいんだよね。ペテモのホームページによると1月1日から店頭販売されるみたいですよ。あ、これもね、しっかりして目もシュッシュワッペンしっかりして長持ちしてくれる。食べてみる。ちょっと待って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 、パパから食べると、あー、違う違う違う。けど匂いが強い。だからめっちゃ、あ、いやー、ホタルも五郎丸も喜んでくれて本当に良かったです。いい、いい、いい、忘年会シーズンですね。2022年、動画をいっぱい見てくださりありがとうございます。おかげで1万人も達成することができました。来年はもっと多くのみんなに見てもらえるように、どんどん動画も上げていきますので、よろしくお願いします。それではまたねー。